ダメ、わかってても、でもスーツを振るような綺麗な声なんですよね。本当に綺麗な美しい声で、ね、聞き惚れちゃいますね。それで別れのブルースを歌になって、これが初吹き込みだったんですけどね。いつだったか音楽会がありましてね、いろんなスターが総動員されまして、で私もまたその中の一人でね歌わせていただいたんですけども、休憩時間にね突如私が客席におりましたらね、お前さんが舞台の方からね、姉様姉様どこぜ行ってるやんって言いながらね、あのうろうろしてらしたんで、私ねどなたお探しですか、あなたよ、あなた探してたんだよっていう声だった。